橋で今回の動画は、えー、ちょっとまた最新情報的なのも含めてちょっと話します、えー。皆さん、軍産複合体っていうのは聞いたことあると思います、ね。軍事関係に関わる企業、それから政治家、それからその、なんだろう、闇の組織ね、石屋ね、こういったのが総称して軍産複合体っていうんですが、 それの別バージョンとして遺産複合体って話してます、遺産複合体これは、ね、医療療の闇です医療医者、それから製薬メーカー、それから医療機器メーカー、ね、それからその検査、薬剤師、看護師、ね、それから医師会、国会議員、地方議員、霞が関。 こういったの全部ひっくるめて遺産複合体、これの大元を作ったのはやっぱり石屋。ね、で石屋がとにかくお金を搾取するために、ねえー、わざと日本は、ね、国民健康保険というカモフラージュを作ってそこにガンガン税金入れてそしてそのお金のほとんどを今まで石屋が全部搾取してきたんだよ。 ね、このことについてちょっと話します。ね。遺産複合体って言いますけども、軍事費の5兆円とかいろんなこと言ってるけど、比べ物になんないんだよ。比べ物に。ね。もう皆さんが知ってる限りで、今現在の医療費、ね。知ってるよね ?30 兆円だよ。国家予算の3割。ね。これが実は、 ね、みんな当たり前でね何気に医者に行ってとか尊敬してお医者さんの先生素晴らしいみたいなねもうそういうマインドにかかり何かあっちゃすぐ医者何かあっちゃすぐこっちの医者って言ってねもうすぐ医者でね健康保険っていうものがあるからね3割しか負担しないでしょだから余計行っちゃうんだよあれもマインドだよわかる全部医師屋が、ね、お金を搾取したいがために作った ね、仕組みなんだよ。これね、本当に目覚ました方がいい。ね、で、もうこれワ、ワクワクちゃんの嘘がもがアメリカの最高裁でもうファイザー敗訴したからね、もう賠償命令だよ。何兆円規模、ね。イギリスもだよ。イギリスもそういう風になっちゃったんだよ。でねもう国が ね、今までは保証しねえとかいろいろ言ってたけど、そんなこと言ってられない状況になっちゃったんだよ。もう調べてみて。もう SNS でちゃんと出てくから。ね。で、国民一人当たりとか、違うな。えー、っと、その、えー、コロナ感染のワクチンを打った被害者に対して、もう賠償金払ってんだよ。スタート。準備だがスタート。ね。イギリス。あの、うん 極悪非道の石屋の本拠地。石。ね、石。わかるかなもう、現実にそういうことがもう起きてるってことだよ。うん。っていうことは、もうファイザーとかモデルナとか、もう片っ端から潰れるよ。製薬メーカー。いいここ、本当にね、あの、落とし込んでほしいんだよ。でね、今後ね、今後だよ。これが本当にちゃんと暴露されて、ね。 えー、国民の皆さんがこのことを正確に知る日が来たらだよ。来たら。まず今のお医者さんは、ね、10分の1だよ。うん。それに伴って看護師さんも10分の1。うんね。それから、えー、薬やドラッグストアとかさ、それから処方箋出してるようなところとかあるじゃん。ね。あれもなくなっちゃうんだよ。ゼロ。ね。 薬が全部毒だってことがもう証明されちゃったから時間の問題だよこんなのいつまでも医者医者とかね薬薬なんてね言ってちゃもうあのもう時代遅れだよもうね完全にシフト頭ん中シフトしなきゃダメ変,変換ねそれから医療業界例えば何レントゲンを作ってる会社とかさねそういったのも全部全部縮小ガーンって ね、あと何なくなるの何薬剤師さんなくなるよ、うん。それから処方箋師言ったね処方箋を出しているああいうちっちゃいの病院の前にあるああいうところもなくなるよ。ねえー、他にもだよ。ねそれに伴ってメドベッドが本当にこれから公になったらそのベッドさえあればみんな健康戻っちゃうんだよ100%。ねまあ条件はあるよもちろん。 ワクチン打ってない人とかさ、いろいろ言われてるけど。そうなるとね、よ,よくいろいろ見てみて。老人ホームなくなるよ。うん。それから介護施設なんてなくなっちゃうよ。ね。そうすると、そこに従事している人たちもみんなリストラだよ。うん。それから、ね。30兆円の,あの予算の中に、その介護保険とか、ね。それから 介護施設、それからそこに何運営費。ここに全部補助金いってんだよ。ね、補助金。これね、見えない金を含めたらね、どんだけ隠れてあるかわかんないよ。ね。医師はね、本当に嘘ついてくんだから、どんどん。それの日本の医師屋なトップ連中なんか、もうひどいよか。もう、もう悪魔に、悪魔何、にす、何悪魔かぶれだ。 これが全部暴露されるんだよ。ね。うん。もう時間の問題だよ。本当に。もう僕ワクワクして楽しみだけど。ね。その時に、もうこの遺産複合体が全部ぶっ壊れるよ。ぶっ壊れるの。ね。その時に回ってたお金、30兆って言われてるけど、僕そんなんで終わってないと思うよ。このお金が全部、ね、ホワイトチームによって止められるんだよ。わかるそしたら、この、 従事している人たちだけでもね人口の何割いると思う恐ろしいよ、ねうん。薬剤師もお医者さんも相当な給料もらってんだよ。<laughs> それがパーだよパーね。だからそういうことを本当に気づいて腹をくくって本当にご次元の、ね、アセンションした星はどういう生き方でどういう生活をしてどういう波動領域で ともあのえー、なんだろうその、えー、地域のコミュニティ作っててねどういう考え方の人がこれから、えー、リードしてって、ね、で今まで古臭い3次元のね常識を引きずってきたらもう通用しないんだ,よ通用しないのだからこれはもう本当にね頭ん中シャッフルしてね今持ってるね常識は全部ゴミだよゴミ。 ねね夢の島だよ、夢の島。<laughs> 全部捨てるのよ。うん。もしそれができなかったら、本当ね、ショック療法しかないよ、最後。今、僕ら、こうやってね、口で伝えてるけど、これでピンとこなかったら、ね、もうダメなんだから。あとは、ショックを与えるしかないんだから。ぶっ倒れるぐらいの。電気だかなんだか知んないけど。<laughs> ね。もう、それが、もう、もう、カウントダウンしてるよ、カウントダウン。ね。 遺産複合体、ね、ここぜひねちゃんとね、あのー、理解して、ね、もうねもう病院だってどんどんなくなるんだから、うん、分かるもう10分の1だよ10分の1、うん、もう全部粛清だよ、うん、楽しみだね、うん、だから、えー、とても、えー、アセンションするっていうことは、ね、この遺産複合体一つ取っても めちゃくちゃね経済の大,大,大打撃は受けるしたくさんの人が失業するんだよ。ね、でもそれをしないとしないとだよ。ねアセンションの新しいテクノロジー新技術宇宙技術、ね、フリーエネルギーとかいっぱいあるんだけどさそれは入ってこないんだよ。だからまず捨てるが先だから失うの。 そこには覚悟がいるんだよ、覚悟が。ね。で、ここで、ね。そういう業態も捨てるんだけど、ね。断捨離するんだけど、その時も、に関わるのが人間関係。この人間関係も、もうほとんど断捨離だよ。断捨離。ね。うん。いつまでも、金、金、三次元、三次元。 これが変わるわけがないっていう人とはもうねダメなんだよ。もういられない断捨離だよ断捨離。うん。ね。ただしただし喧嘩はしちゃダメだよ。ね。あくまでも仲良く。ね。ね意見が違うだけ。ね。だから意見がまた違うけどももしかすると半年後にその人が気がついてああ、やっぱり仲間に入れてって言うかもしれないんだからだから批判したりね。 掛け口叩いたり悪口言ったりそんなことは絶対ご法度だよ。ねダメだよ、絶対。ダメ、ダメ。うん。これね、波動領域のことがしっかり理解をして、高い、低いっていうまあ言い方しちゃうけど、ねこういうことが分かってくると、もうとにかく、ねえ、あの、あのご法度の心、先進で言うとこのご法度の心、絶対起こしちゃダメだよ。ねここだけもう本当に、 訓訓練してよ絶対訓練ししててよよ絶対でね例えば有名なところで言えば斎藤ひとりさんも天国言葉地獄言葉って言って「不平不満言っちゃいけないよ」「人の悪口言っちゃいけないよ」って散々言ってるよそれから私のお師匠さんだった、えー、一人として小林聖寛さんっていう人がいてねこの人がたくさんの本書いてるしたくさんの動画にも出てたりしてこういったことを伝えてる。とにかく ね、悪口文句とか絶対言っちゃダメだよ。思うんだったら直接本人に言うんだよ。会って言うんだよ。私の意見はこうですって。ね、だからそれは理解してもらえますかとかそういう風にして紳士的にやるんだよ。陰で言っちゃダメだよ。ね全部自分に返ってくるよ。自分にだよ。ねだから今回遺産複合体の闇がもう全部もう全部。 崩壊、崩壊、ぶっつぶれる。ぶっつぶれるときのすごい血が出るんだよ。これをまず一つ。それと同時に、それが起きないとアセンションがないんだよ。これが二つ。三つ目、それを通して、個人個人、一人一人の皆さんが試されてんだよ。ここが。ここが試されてんの。ね。うん。厳しいんだよ。ほんと厳しいの、ここだけは。ね。 今まででみたいに曖昧には生きてこれないの。ほんと今のね、幼稚園ぐらいの子とか、小学校年年上がって、まあ、2、3年生の子とか、本当にこの子たちの方が純粋だよ。こういうことが。ね、大人の方が濁りきってんだからね。うん本当にここだけ、あのー、言いたい。うん、まあそういったことで、遺産複合体、大崩壊待ってます。よろしくお願いします。